では改めまして永岩さん、甲田さん、山口さん、どうぞよろしくお願いいたします。今夜はですね、もちろん起きては欲しくないことなんですが、万が一アメリカと北朝鮮が衝突してしまったらどんな最悪の展開が待ち受けているのか、そしてそれをどう回避すればいいのか考えていこうと思います。3人のゲストの皆さんにはですね、政治的な判断、外交的な努力がですね、万策尽きて抑止が効かなくなってしまったという前提で最悪の展開というものがどういうふうに想定されるかちょっと書いていただきました。胸の前に出していただければと思います。きっかけは何なのか、そして先制攻撃をするのはどちらなのか書いていただきましたが、まずは永岩さんは、きっかけは北朝鮮の暴走。はい、これはアメリカの軍事行使も軍事力行使も、いとわないということを北朝鮮が見誤って、それに対して、北朝鮮の暴走が始まった以降に、大規模な軍事作戦が開始されるだろうということを考えています。その場合、アメリカ軍、これ括弧大義と書いてありますけれども、これはそれはこれはですね、基本的に戦争する際アメリカ一国で北朝鮮に対応するというのではなく、基本的には国連決議に基づいてですね、世界が、北朝鮮に相対するという形の構造をですね、作ることが一つ米軍の大義になりましょうから、そういった意味でこういった形を模索するのではなかろうかというふうに思います。なるほど。続いては甲田さんですけれども、甲田さんはきっかけはこの核廃絶の拒否、これ今もそうですけれども、軍事力を確かにアメリカはちらつかせてるんですけれども、やはりまだ交渉、政府間の交渉を模索しています。それからそのチャンスがあれば交渉をして、最後の意思確認といいますか、同意を取り付けることができればですね。ただこの将来の時点で何らかのチャンスがあったとしても、北が最終的に拒否をした場合ですね、やはりアメリカもそれ以上はもう期待を持てないということで、最後の決断をせざるを得ないだろうと。その場合の先制攻撃はこれアメリカが行うもので、これショック&オーですね。これはですね、これ日本語で言うとショック&オーっていうのは、衝撃とイフですね。恐れおののくの最初に強い大きな一撃を加えて、相手が震えおののくということなんですけれども、これは実はアメリカのサダム・フセインのクウェート侵入で1990年からですね、その後311の後のアフガン、それから2003年のイラク戦争のですね、最初の相手の攻撃能力を中立無力化するといいますか、その時に同じような作戦パターンを使ってますんでですね、これはアメリカの得意とする航空攻撃を中心にやりますんでですね、こういうことで核の無力化のための軍事力を行使するんじゃないかと。ガンと衝撃を与えて北朝鮮にその恐れおののかせるというのがそのショック&オーということですね。そして山口さんは、きっかけはこれ北が核またはミサイルをまたこれ実験なり発射なりするということですかね。ではなくて、北が核ミサイルを放棄しないということが判然として、しかも、アメリカに対してそれが届くかもしれないという段階になったということがきっかけですから、言ってみればもうきっかけは始まっているということですね。それでその軍事オプションということを考えますと、その小さなものから大きなものまであって、そのうちのいくつかはいわゆる柔軟抑止選択肢と言われる、B1 を飛ばしてみたり、いろんなシグナルとしてはすでに送ってる。でそういった意味では軍事オプションもすでに取られてて、このあと事態が例えば新たにミサイルがグアムに向けて発射されるような場合に、それを撃ち落とすとかですね、あるいは撃ち落とさないという選択肢もあると思うんですけども、そういったのも含めてもうすでに始まっていると考えた方がいい。まだゼロ、もうただし、まだ全くゼロってわけじゃないと。ただし、そういった軍事活動というのは軍事行動を起こすのが目的ではなくて、目的はあくまで核をなくすということが目的ですから、そのために話し合いもあれば、制裁もありますし、場合によっては融和というものもあると、いろんな手段を使うということであります。吉田さん、私たち今心配になってくるのはですね、この北朝鮮グアムに
飛ばすといったミサイルまだ飛ばしてないんですよ ね、 実際飛ばすかどうかってことになってきますよね。前奏曲という表現金委員長言いましたけどもね、じゃあ具体的に永山さん、この暴走というのはやはりこう北朝鮮がこう東の方に向けて、そうですね、アメリカに対して極めてその近接した、あるいは領土に近いところにですね、ミサイルを撃つようなことがあったらば、それは大きなきっかけになろうというふうに思います。非常に心配な状況が今まさに進行中だということなわけですけれどもですね、今日は実際にこのアメリカ軍が軍事攻撃に万が一踏み切るということになった場合にどんな作戦を展開するのか、こちらを使ってシミュレーションしていただきます。パターンの後ろに置いてください。今日はですね、元会長の香田さんにこのシミュレーションを設定していただきましたので、香田さん、まずどんな部隊が動くのか、かなりもうこれ配置されてますけれども、ね、やはりアメリカは先ほどのショックアンドオーの一つの典型的なパターンとしては、はい、先制攻撃をするトマホークですね、これは大量に使います、はい、で5006発これは最小ですね、はい、これ以上で、そのプラットフォームとしては潜水艦と、まあ、イージス艦ですね。ああ、どっから撃つかというと、潜水艦、イージス艦などにこうトマホークを最低でも500-600、そうですね、はい、であと戦術攻撃機ですね、F-16 とか F-18 ですね。で F-16 は空軍機で、今韓国に約100機、はい、それから日本は三沢に約50機、もともと普段ここにしてるんですけども、やはりこの場合について言うと三沢からだと約1500キロありますんで、この真ん中まではですね、やはり韓国に航続距離の関係が展開するだろうということで、これは大体150機ですね、はい、あと防空任務のために沖縄のカデナの F-15 が火星に来るということは、あると思いますけれども、でただやっぱ空軍の飛行機は韓国の空軍基地から出ますので、大体高度半径400キロというと大体北朝鮮の南半分なんですね、はい、ということはあとどうしても北半分について言うとトマホークの後最終的に全部潰していくためには有人機で攻撃する必要があるということで、空母を両側に西海岸東海岸で配備をして、北半分の目標については空母搭載のスーパーホーネット、これで潰していくと。これ今カール・ビンソンという仮に置いてますけども、こちら側から黄海の側から攻め込む、こっちの西半分ですね、はい、そして日本海側からもこれ事実上これ空母の艦載機ですけども、ここに空母も空母が来てます、はい、でこっちからもこういくと、まあ、状況によってはもう一隻来ることも考えられますけども、そしてもう一つあと忘れていけないのがアメリカは今大体300機強の戦略爆撃機、はい、大型爆撃機を持ってます。でそのうちこれは、グアムに常駐してるわけじゃないんですけれども、今は B-1 が本土から展開してきてます、はい、でこれは空中発射型のクルーズミサイル、空軍型のトマホーク、トマホークじゃないんですけども、飛行機から発射する巡航ミサイルですね、はい、それから精密爆弾、でこれは重いのから軽いのまで全部持つことが できますので、例えば地下基地を攻撃するとか相当重いのでズボッと入るということですね。でこれを去年の秋までこれ3種類展開してたんですけれども、今年の春から B1 だけに今してます、少し下げてると、レベルを下げてると思いますけれども、それでの特徴で B2 というのはこれステルス機ですから、最初の段階からこう突入できるわけですね。でこれ小田さんね、これだけの今、展開を、仮に置いてますけれども、これは最小限の攻撃能力と見ていいのでしょうか。そしてこれ準備するのどれぐらい時間が必要なんですか。そうですね、今回前の3つ と違うのはですね、はい、これはもう私の仮説ですけれども、地上戦に入らないと、要するにあくまで空からの攻撃、で38度線で米韓連合軍は38度線を守るという、これ仮説なんですけれども、その場合ですと、早ければ1ヶ月ですね、早ければ1ヶ月、さらにどうしても計画通りいかないときにさらに追加攻撃という必要もありますので、そういう予備の部隊も含めますと、2ヶ月あれば米軍としては十分な体制ができる、で1ヶ月から2ヶ月ということになります。ではですね、この、体制が整ったとして、じゃあ今度はその実際の攻撃、どういう行動にこれらが出ていくのかというのを説明していただきます、して今仮にアメリカが北を先制攻撃するときにですね、必ずやらなければならないことがあります。まあ、一つはソウルを火の海にしないということなんですね、でそれは60キロしか離れてません、国境線に配備をしている砲兵部隊、これはもう胃の一番に
これはやっぱり同盟国の首都で、まあ、首都圏を考えますと2000人強の人がいますので、はい、これについてはどうしても武力化する必要があると、はい、それから韓国と日本に撃ってくるスカッドとかノドンの弾道ミサイル部隊ですね、これを叩く必要があると、うん、それとあと翌日から有人機を入れますので、はい、防空能力ですね、はい、これについては最初の段階から叩く必要があるということで、これを、まあ、前の日の夜中からトマホークを、まあ、500発以上、うん、両側から潜水艦、はい、それからイージス艦からですね、打ち込んで、そういうものをまず無力化をすると、はい、そして、それがこの2つ、主にこの2つ、そしてあと防空能力ですね、はい、でその後、まあ、夜明け前ぐらいから有人機が飛んでいって、打ち漏らし、あるいはさらにトマホークというのはピンポイント当たりますけど攻撃力が弱いんで、破壊力が小さいんですね、それは有人機が積んでいるもの、あるいは大型の爆撃が積んでいるものでもが潰していくということでですね、まあ、それが最初の、まあ、数日間の航空作戦で最初の、はい、敵の防空がこう潰れたところで、夜の間だとですね、アメリカ軍も持ってるアパッチの部隊というのは夜が得意ですから、夜が明けるまでの間に38度線の北にある目標、アサインされた目標を撃つと思いますね。小田さん説明がなかったですけども、ゼロデーの作戦攻撃っていうのがありまして、ゼロデーっていうのは最初のタイミングですね、はい、それは全体にサイバー攻撃するとか、はい、あるいは事前の偵察活動とか、あるいは備蓄団の前方展開とか加えてゼロデーと言いましたのは何かというと、ステルス機が今はありますので、はい、F-22 とか F-35 でもって関連のいわゆる地対空のミサイルの攻撃地とか、あるいはネットワーク等を攻撃するというのが最初になされます。電子戦がありますね、まあ、指揮統制機能をこうダメにするための電子戦をやると思います。ですから実際のこの、うん、部隊を攻撃する前前段階としてはそういうことも考えられる、ね、もうすでにですから作戦部隊がですね、各々の燃料とか弾薬というのは前方に準備されている、あるいは偵察活動は無人機等で現地の情報については偵察がすでに始まっているということです、はい、おそらくイージス艦ここ配備しますから、イージス艦、はい、弾飛んでくるのを上がりっぱな落としますけど、はい、グアムを守らなきゃいけませんから、グアムを守るためのここにはサードありますし、はい、だからイージス艦もおそらくこちらにも配備をするようなことになると思いますけどね、まあ、おそらく弾ってことですね、2弾ぐらいね。この潜水艦対策はどうするの？これはアメリカの潜水艦ですね。これはアメリカの潜水艦、北朝鮮の、北朝鮮も潜水艦あるんですよ、ね、これは実は新しく出てきた事象でですね、アメリカを攻撃に専念させるためにはこれ公の海ですから、ここにいる潜水艦は自衛隊がしっかりと掴むということが新しいミッションとして、この状態ではもう自衛隊は完全に日本を 100% に近い格好で守る体制を取るんですけれども、それに北朝鮮の潜水艦の警戒というのも入ってくるということですね。今このアメリカはこういう形で、シミュレーションとして展開をしたとして、アメリカの攻撃は未明に始まり、最初にこういった部隊を反撃能力を叩いた、でその上で核関連施設などを攻撃していくという話までありましたが、ただ、ね、例えばこの弾道ミサイル部隊なんか、はい、日本に向けてね、ノドンが200発とも300発とも言われてますから、当然最初のアタックで、まあ、打ち漏らしみたいなここだってあるんでしょうから、そうしたもしかするとそういうのがまあ反撃してくる可能性だってこうありますよね。1990年のクリントン政権の時に一回、作戦を実施するということでアメリカ検討したんですけど、はい、なんせ38度線からソウルまで40キロ程度しか離れてない、そこに例えば3000機を超える戦車とか、あるいは多連装のロケットとか、あるいは移動式の砲とかというのがありますので、その数が相当多いので相当の被害を受けるということがありますので、先ほど小田さんが言った攻撃の中ですね、はい、残念ながら打ち漏らしが相当ある可能性がある、恐れがあるということは認識しておかなければいけない、うんうん、そこがゼロデーの情報戦なんですね。結局どこに何があるかということをいかに正確に掴むかということが、実はアメリカがいつ攻撃するかの一つの大きな決心、それはもう実は20年間かけてやってるわけ で、ね、毎日やってて、うん、情報は相当上がってると思います、はいはい、ただしね、なんつっても数が多いです。大砲だけで3000とか4000ありますから、それが一つずつ穴に入ってるとすれば、
その、トマホークにしてもあるいはそのジェイダムという爆弾にしてもですね、精密に落ちるのにしても450キロですから一つの穴の入り口を潰すのがせいぜいですよね。そうすると多少はの少しは残ると考えざるを得ないと、そうしますとその完全に無傷で、はい、やるわけにはいかない、はい、ということはですね、どういうことかというとその無傷ではない状態でもやらなきゃいけないと、それを国際社会がそうだと認めた状況でないとアメリカはやらないということですよ。無傷ではない状態でもやらねばならない、やむを得ない、やむを得ずやらざるを得ない、はい、というところまで合意が取り付けるということがアメリカとしては必要になってくるということなんです。これおっしゃった通り、これ打ち漏らしがあった時には、まあ、韓国が相当93年のシミュレーションでは大変な、まあ、ソウルがいわゆる火の海になるなということも言われてましたけども、私たち日本として一番気がかりなのはやっぱりこう弾道ミサイルの部隊、これまあノドンであるとか、まあ、スカッドであるとかテボドンだとか、これはまあ日本を射程に収めているわけですから、一つ二つでも打ち漏らしがあるとこれはそうですね、スカドニERとかノドンとかいうのは日本を射程にすでに置いていますから、今核がそのミサイルに乗らなくてもですね、通常爆弾については相当のそのウェポンが日本に降りかかるということは認識しておかなければいけない。そしてこのこれ 赤い文字の方はこれ北朝鮮なんですけども、北朝鮮も潜水艦を持っている可能性が持っていまして、まあどの程度の能力かまだ分かりませんが、潜水艦発射型の弾道ミサイルというものも恐れはあるわけですか。はい、今は一隻だけですね。ここはそのこれは先ほど言いましたように、まあ、今戦闘が起きてない段階では、はい、まあ、アメリカと日本が追尾しますけども、はい、おそらくアメリカがこっちに専念 し始めるとですね、これは日本に飛んでくるかも分かりませんから、こっちいやミサイルが、ミサイルがですね、どっちのすか分かりませんので、はい、いわゆる我が国 の警戒監視防衛の範囲として北朝鮮 の潜水艦を追っかけるというのは、はい、おそらく自衛隊がの任務として、任務としては極めて重要になってきてますね。名古屋さん、これ北朝鮮がここに戦闘機持ってますよね、ミグ、はい、ミグ29等のですね、第4世代の戦闘機を持ってるんですが、数的には非常に少なくて、なおかつもし今の戦力バランスだとしたらもう圧倒的に米軍の方があるいは韓国軍の方が上ですので、まずもって上に上がれない、上空に上がれない地上で撃滅されるというのが、まあ、イランでも同様な、イラクでも同様な作戦でしたけども、ほとんど戦力としては機能しないであろうという見積もりですね。これじゃあそもそもこの空中戦やる以前の問題、はい、ということになりそうですか、ね、はい、そうですね。ただこうシードの作戦というのがありまして、シードというのはサプレッション、はい、エネミーエアディフェンスということなんですけど、北朝鮮のミサイル、その他の防空網ですね、はい、入ってくる戦力に対する防空網を攻撃するというのをしっかりその最初の段階で実施していくということがまず大事ですから。90年と違うのはですね、20年の間にアメリカの装備も良くなっているということで、それこそ精密に落ちていく一発一発が天網橋に落ちていって、その戦闘機でも4発は持てるというような爆弾もありますし、トマホークもある、それと地中深くにあるものを破壊できるような大型の爆弾もありますので、ただその大型の爆弾というのは普通の爆撃機は乗らなくて輸送機の後ろから落としますから、もともと敵の防空が全くないところにゆったり飛んでてドンと落とすと、そういうことをやっていくと相当潰れるんですよね。今先ほどですね、そのアメリカ の軍備というものが極めてこうハイテク化して進化しているという話ありましたけど、それは表裏一体としてですね、いわゆるサイバー攻撃であるとか、あるいはその電磁攻撃というんですかね、電磁波で相手方の機器をこう狂わせるというようなことも指摘されていますが、北朝鮮のそういったサイバー攻撃の能力、反撃能力なんていうのはどういうふうに見てらっしゃいますか。まあ、ある程度北朝鮮のサイバー部隊というのは活動してますけど、やはりアメリカに比べると比にはならないと、それから最近よく言われる EMP ですね、電磁パルスは、これは核爆発が起きれば必ず出てくるもので、それをやるということはつまり核爆弾を使うということですから、その時点で北朝鮮という少なくとも今の体制はなくなるということを覚悟しないとできないですよね。山本さんね、北朝鮮といえばこの38度線の近くに、まあ、特殊部隊みたいな、そう十数万人とも
言われている、この部隊はどういう特殊部隊はですね、10万人とか20万人とか言われてるんですけど、120万人のうちの20万が特殊部隊だったら、いや特殊じゃないですね、普通の部隊だからみんなが特殊部隊だと思えばいいんですが、でも38度線に北だけではなくて、もうすでに38度線の南にも工作員だとか入ってますから、先ほど地上線がないというおっしゃいましたけど、それは戦車とかが入ってくるということではあって、そうではなくて地上での破壊活動とか、そういった特殊部隊の兵と韓国軍なり米軍の戦闘というのは当然あると考えなきゃいけない、それもちろん日本の中にもすでに潜在しているということは認識しておかなきゃいけないですね、サイバーと特殊戦はですね、このミサイルとは別に、核とミサイルとは別に、韓国と日本については、ある事態以上に危機が緊張が高まるとですね、これはもうやってくるということは、少なくとも日本は準備しておく必要がありますね。アメリカと北朝鮮が最悪の展開を迎えたとして、じゃあどういうふうにそれが終結を迎えるとお三方がお考えなのか、永岩さんは半島の非核化、これ半島の非核化ですけれども、北朝鮮のような国がですね、核を持つことをアメリカあるいは世界の社会がそれを認めたとするならば、これはまさにいろんな国でですね、核を持つということが始まる、あるいはその国家ではなくても ISIS みたいなところもですね、場合によっては核を持つということに至る、テロ組織などもね、これは極めて世界にとって深刻な事態になるということです、それを止めるということが、これを止めるということは非常に大事だということです、ね、第三の北朝鮮みたいな国が世界にポコ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 こうできないようにここで歯止めということですね。高田さんも同じくこれ核拡散の阻止が終結点だと。もう永田さんが言われましたんでありません。と言いたいんです。ただ一言だけ言うと、この問題の本質というのは核拡散の防止なんですね。まさに北朝鮮のケースを認めるということは、まさに今永田さんが言いましたけれども、第二第三の北朝鮮が生まれない。例えば南米にあるいはアフリカにと。これはもう人類にとっては地獄なんですね、結局今一番厳しいところでなぜこういうことを考えなければならないかというと、やはりこの本質というのはもう北の核問題と確かにそうなんですけども、それを包括的に言えば核拡散の防止なんです、地球規模で考えればそういうことになる、それをいかに我々あるいはアメリカがあるいは日米が協力してやるかということだと思います。何も今の金正恩体制を崩壊させるということではなくて、それはもう全く違います、ね、はい、これ山口さんも実はこれ完全ほとんど同じなんですけど、これ2006年に国連決議があります。これは完全検証可能でかつ後戻りのできない形で放棄をさせる、これは核だけではなくて化学生物それからミサイルも含めてです。それは距離に関わらず、それはもう国際社会北朝鮮以外の希望なんですね。それを達成するということがこの問題の本質で、それに軍事手段もサンクションといいますか制裁も全てのことがそのためにやっているわけで、例えば今おっしゃった通り、その体制を変換するとかそういうことではないんです。だから彼らがこれに納得をしたら終わりということですね。これこういった作戦行動を取ったとしてですね、そして目標が皆さん掲げる終結の終着点は同じだとしてですね、北朝鮮はじゃあ本当にそれを受け入れるっていう可能性、受け入れる見通し、それどう思いますか。私はそれでそうあってほしいんですけれども、ぜひで今最後の努力をしてるんですけれども、受け入れなかったらやはり軍事力を使わざるを得ないと、この受け入れざるを得なかった時の軍事行動というのが、じゃあどれぐらいの時間がかかるというふうにこれを見ていらっしゃいますか。おそらく短期間でまとめたいというふうにアメリカは考えているんでしょうけど、その短期間というのはどれぐらいのスパンなんでしょうか。食感動って過去3回の例ですと、航空作戦で大規模な航空作戦というのは最初の2週間なんですね。最初の2週間、これ打ちそびれた場合に長期化する恐れというのは吉田さん心配になってきます。そのリスクはまさにトランプ大統領が最後の判断するところなんです。吉田さん、その長期化は心配なんですよ。例えば朝鮮戦争なんて3年続いてね、それは何かと言いますと、今はアメリカと北朝鮮の単一事象で考えていますが、それに中国の関与がある、ロシアの関与があるとしますと、それは相当長引くわけですから、そこの地ならしをしっかりしての作戦ということで考えないといけない、非常に難しい国際今この局面ね、アメリカ軍と例えば中国人民解放軍とかはある程度こう
意見交換とかしてるわけですか。戦略的な対話は進んでいるというふうに聞いてます。一方でこのやはり北朝鮮の核という問題は、非常にこれ深刻な問題で、日本はずっとこれ心配してきたんですけども、アメリカは ICBM が届くようになって同じような温度感を持つようになった。中国も今その温度感に近くなってるんですね。だからそこでこれ我々が一枚岩になれば、今の体制を維持をするためにはこれを放棄するしかないということを納得すれば、軍事活動も何もいらないです。ぜひそういう展開が、なることを本当に祈るばかりですが、ではここからはですね、日本への影響はどうなるのか、日本にとってのその最悪の展開というものがどんなものが考えられるのか考えていきたいと思います。アメリカと北朝鮮が本当にギリギリのところを回避できず衝突した場合に懸念されるのは当然日本へ飛び火してくることでありますが、その日本に対して北朝鮮やはりこう戦略的に狙ってくる可能性、反撃してくる可能性、どういうふうに永岩さんご覧になりますか。まずですね、そのけじめがつかなかったとしたら、北朝鮮が核保有国になってそれもミサイルの弾頭として核を使う将来をずっと抱えてですね、その懸念を抱えて日本が生き残りを追求しなければいけないということですね。それ以外でこの作戦の中で日本にいろんな影響が来るとしたら、もうスカッド ER とかノドンとかっていうのは射程範囲にないですので、それがまず飛んでくる、あるいは特殊戦の能力を持つ工作員がですね、方々でいろんなことで行動し始めるっていうのはあろうと思います。日本海側からこう、いえもう日本海側ではなくてですね、すでにスリーパーで日本にはたくさん入っているでしょうから、そういった人たちが一斉に放棄するであろうということでですね、いろんなところでこれは自衛隊だけで対応できる話ではありませんので、警察から日本国家全部でですね対応しなければいけない事態に発展するであろうというふうに思います。私たちのその国土というのはまた大変この脆弱なところとか脆弱なところあって、例えばそのテロで襲われるとか心配なのはね、その今お話ありましたし、鉄道もそうですし、日本はソフトターゲットばっかしですから、そうですね、そういった意味では警戒心という意味ではしっかりこう対応しないと守れない、守りきれないという状態になろうというふうに思います。例えばそういう起こった時に、自衛隊であるとか、そう緊急にね、そう原発であるとか、そういったソフトターゲットに駆けつけるマニュアルとかですね、シミュレーション想定、これあるんですか。それはあります。それはもう自衛隊発足からですね、需要防護対象をどういったふうに守るかというのは日々訓練したり計画したりしていますから、ただ認識してほしいのは二十数万しかいないということですね、全国で自衛隊が、なおかつ作戦で前線に対応してますので、場合によってはそういった拠点の防衛というのは、あるいは基地防衛も含めてそういった重要防護対象の防衛というのは数的に非常に少ないので、自治体も含め警察も含めいろんな形でですね、準備をしなければ対応しなければいけない。私たちもこういう局面になってですね、連日この問題取り上げて、北朝鮮はどういうことを考えているのか、日本はどういう備えがあるのかというお話をこう聞いているわけですけれども、最初番組の冒頭に吉田さんが話した通り、やっぱり冷静に見ていかなきゃいけない、いたずらにその何て言うんでしょうね、この盛り上がってしまってはいけないと。香田さん、この私たちのこの持つべきその心構え、日本としてのその心構えというのはどういうところが肝要になってきますか。やはり一番怖いのはこうパニックになることなんですね。で北はノドンとかも撃ってくるんでしょうけども、これはアメリカは軍事行動を起こすときは一つの条件としては日本に撃たさないように攻撃しますから、生き残りが来るということはありますけども、もっと怖いのは先ほど少し話題に出てますサイバーとか、あれは特殊部隊ですね。でこれについてはある意味ミサイルより怖いんですね。でそこについてはしかも制度的に日本は準備ができてないと、でしかも陸上自衛隊、主として例えば特殊部隊については陸上自衛隊が対処するんですけども、例えば防衛出動が出る前というのは権限も限られていると、しかしその中でやられるとインパクトの大きなものがもう整列して待ってるんですよね、日本やってくれと言わんばっかりにして、ですからそこについて日頃からもう対策も始めるべきですし、ただ
そういう中でも、まあ、ある部分は耐えてしっかりと自分たち その日本の日常生活を維持していくと、うん、そういうことを、まあ、オールジャパンを挙げた努力が必要だと思います、うん、国民保護的な、ねまあ、観点で言えば山口さんに聞いたんですけど今その運用的な部分ねこの間Jアラートになってあもしもの時、ね、こういうことでみんな警戒するんだなというのは少し国民は理解が進んだと思いますけども、まあ、全体的には、ね、まだその運用的な面まだまだちょっとしっかりしないような気がします、まあ、ただ肝はそのパニックにならないということで、それとその自分の力を過大評価してもいけませんけども過小評価してもいけないと世界中 の軍隊を見たときに日本ほどミサイル防衛の能力を持っている国ってのはアメリカ以外にはありません。でそれぐらいそれは一つ持っていただきたいと。それから、過去数十年にわたってですね、はい、いろんな経過を通じて、例えば国民の保護の仕方ですとかそれこそ J アラートこれは改善の余地はあると思いますけども、うんうん随分良くなってきたと。それとたとえ一発二発ノドンが通常弾道で来たとしても 0.5 トンなんですね、はい、その半東京通常弾道ってどれぐらい の, 被害をもたらすか 0.5 トンというとですね、はい、比較をしますと、1945年の3月10日東京大空襲で落とされた弾の数は弾の重さ1700トンです、はいそれの 0.5 トンと考えていただければ。その面積的にどれ、例えば1つが落ちたらどれぐらい、450キロ爆弾がここに落ちたら我々は多分楽に行けると思いますけど、数十メートルなんです、通常爆弾だと、はい、そのこの建物の端っこにいる人は生きている可能性あります。通常弾頭であれば、はい、数十メートル範囲ぐらいの被害、だいたい 400-500 キロですから、だから平時に起こるいろんな事態ありますね、はい、例えば今回北海道の上空をミサイルが飛んだ、まだ有事ではありませんが、その平時に起こるいろんな事態事象をですね、有事のためのいい準備訓練の機会だという認識をして、うん、警戒心を高めていくということが必要なんですけども、うん、システムに対する信頼性のこととかっていうことで避難する前に、はい、そういった事態になったらどう、公助、共助、それで自助という形でですね対応するかということを考える、ということが非常に大事だと思います。公助と共助と自助と、まあ、国がやるべきことと、はい、それから地域社会でやるべきことと、はい、で自分自身です、うん、例えば核でたとえ落とされたとしてもですね、はい、バリューとシェルターがほとんどない日本の場合については目をこう隠してですね、あるいは耳を隠し体を隠すということでそこら辺りの溝に隠れてもそれなりの防護性はあるんですね、生き残れる術があるんですよ、イスラエルとかあるいはスイスというのはほとんど 100% あるそうですけど、子供の時からそこにシェルターがなくても自らの命を助けるような努力を一生懸命する訓練を受けてますので、そういったことを我々も習い生とするような時代になったという認識をしています。一つ日本我々は地震の心配して地震があるとすぐ外出ちゃいますけど、それだけはやめてもらいたい。どんな建物でも中にいた方が安全です。いわゆる 爆撃ミサイルの、はい、が飛んできた、飛来してきた丈夫な建物がいいんですけども、何にもなくても建物の中の方がいいですね。 できるだけ窓から離れるとか、はい、まあ、そういった知識、一つ一つの知識は、まあ、今回いろんな形でさまざまな形で提供されているから、これ学ぶ機会ではあるということですね。当面の日程ですね、安倍さん。はい、あさって9月9日には北朝鮮の建国記念日、はい、そして10月8日は金正恩氏の父金正日総書記が就任してから20年の記念日、そして10月10日は朝鮮労働党創建の記念日ということで記念日が続きます、うん、まあ、北朝鮮にとっては、まあ、節目のなる、まあ、さまざまなものが、まあ、年中いろいろあるわけですけれども、この秋9月10月はかなりやっぱりこれ大きいものがあります。こういった状況を踏まえて、かつその番組の前半にお聞きしたこのアメリカがどういうふうに出てくるのか、アメリカの空気というのはどういうふうになっているんでしょうかね。高田さんは直近の状況をどう見ますか。そうですね、まあ、7月、まあ、ちょうど火星、独立記念日の、はい、まあ、ですね、はい、まあ、少し日本の報道ぶりと違うというのは、まあ、トランプさんが嫌いで戦争がやりたくないという、まあ、報道が少し日本では強いように思われるんですけども、まあ、世論調査を見ても最後 75% は北朝鮮の武力行使はもうしょうがないというアメリカの世論調査もあるんですね、はい、して
国務省なんか の, その課長クラスと話してもですね、やはり最後のオプションはやっぱりそこはあるよねというのが、まあ私の受け取り方ですね、トランプ大統領は軍事行動は最初の選択肢ではないと、今日6日ですね、発言しているようですけれども、その真意がどこにあるかちょっと分かりにくいね。山口さんどうですか。いやもう私繰り返し言っているように、北朝鮮が非核化ミサイルの放棄という方向に向けて動くというスタンスを示したりすれば、それは制裁も緩めますし、軍事行動にも出さない、でその逆のことをやれば軍事行動に向かっての何とかハードルが低くなるということになりますね。7月の初めね、香田さんが言った後に ICBM と核実験まであったと、またこの空気緊張感がアメリカの中ではあるわけですね、もっと。おそらくそれは高まってると思います。向こうのはいろんな、はい、それ以外のアメリカ以外の国際会議に来てるアメリカ人の雰囲気からもですね、やはりそこは相当6月の時点とはもう全然違うところがあります、ね、世論であるとか、あるいはワシントン周辺のその空気というのはやっぱりそちらの方向に徐々に傾きつつある、ね、ということですかね、はい。アメリカのモードというのは徐々に本気の方に入ってきているのか、本気の構えに入ってきているのか、永岩さんはどうご覧になりますか。私自身アメリカの考えは非常に現実的って言いますかね、でアメリカ自身の防衛、自己防衛にかかるということで非常に深刻に真剣に考えていると思います。そんな中でこの日本がどういうふうにこの状況を考えるべきなのか、対処すべきか、課題は何でしょう、はい。日本はもうすでに北朝鮮のミサイルの射程の中に入っているわけですから、そのことを深刻に考えないからですね、自らの国を守るのにアメリカに依存してはいけないんですけど、日米同盟の信頼性を高めるということ自体がそのアメリカに対して側面から支援するということになりますので、そういった意味では、核に関わる関連の見直しも含めてですね、日本自身のポテンシャルを上げるというのが非常に今大事だと思います。日本人は原点に変えればいいだけだけと思うんですね。これはこの問題の原点というのは核の拡散ということで、ここで仮にこの危機が収まったとしても、これから50年100年広島長崎の次が日本かも、また日本の街かもしれないという心配を実際にしなきゃいけないような状態、これを防ぐと、そのためにはもう核兵器には絶対反対、核兵器の拡散には絶対反対をすると譲れない、2006年の国連決議通り、はい、完全な廃絶というのを国際社会に訴えかけていく、ということがもうキーだと思います。今日はそのアメリカと北朝鮮が万が一という事態をですね、元自衛隊のお三方に話を伺いますが、吉田さん。そうですね、キム・ジョンさんもスイスで教育を受けたんだから、合理的な判断できると思いますので、この局面しっかりと考えてもらいたいし、ね、我々は冷静にと、はい、今後もこの議論冷静にまた取り上げたいと思います。今日はありがとうございました。